SCP-209-JP、オブジェクトクラスセーフ。SCP-209-JP は15世紀末頃に作成された全丈 235mm のヒノキ製の仏像、大日如来像、です。SCP-209-JP の特異性は、SCP-209-JP を目視した SCP-209-JP の付近にいる人間に発生します。SCP-209-JP の影響を受けた人物は、危機を察知する能力や危機管理能力に欠けるようになり、現状が安全である、安心できるものであると認識するようになります。危機管理能力は教育により再度身につけることが可能ですが、直ちに影響を除去する方法は判明していません。収容してから3ヶ月後、複数名の職員の危機管理意識の欠如から SCP-JP の収容違反事案が発生。1名の職員が死亡しました。追加調査の結果、SCP-209-JP は長期間目視されていない場合、自身に近い位置にいる数十人数百人の人間に効果を及ぼすことが判明しました。この調査結果を受け収容プロトコルを改定。これにより影響は SCP-209-JP を目視した D クラス職員に限定されるようになり、再収容は成功しました。また対象の D クラス職員は、財団の危険性を認知することが少なくなり、勤務態度が劇的に改善しました。SCP-209-JP の追加調査及び追加実験は現在計画されていません。職員及びオブジェクト自身の安全は十分に確保されています。特別収容プロトコル、SCP-209-JP は板厚 20mm 以上の透明なアクリルケースに入れた上で反抗的 D クラス職員の居住エリアに設置してください。一時はどうなることかと思ったが、これで安心だ。博士、